はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。新妻まゆみさん、おにぎりさんたちの会合に行ってまいりました。もうかれこれ、知り合いになってから12年も経つんだな。時の経つのは早いもんで、しゅうせいさんとか、ちりとろさんとか、社長さんとか、にゃんこさんとか、懐かしい顔が。八木さんもおったかな。そういえば、在特会って、まだあるんですかね、政治団体としてね。ちょっと聞きたかったけど、畠山隆弘支部長の社交ダンス協議会の応援に行ってまいりました。会合の後ですね、はしごして、ニコニコ笑って踊って、おりますけれども、協議会ですから、審査会みたいなもんですね。一緒に応援してくれた斉藤支部長、辺見支部長、ももちゃん、カツカツさん、長久保さん、ありがとうございました。ニコニコしながら踊ってけてるけど、プロとしての評価がかかった真剣勝負なので、出場者大変ですよね。ダンスパーティーじゃなくて、競技会ですから、真剣勝負、大変です。イスラエル状況続報。日本のゴミはす、ガザは世界一の人口密度なのに、と、イスラエル空爆を非難しているようだが、東京の方が人口密度高い。姑息な嘘つくのやめてもらっていいですかと。今日カフェで聞いた男性高齢者たちの会話なんですけれども、でも俺はイスラエルが悪いと思うよ。テレビがテロを正当化してて、ハマスの味方してて、あれしてんだろうな、ハマスとパレスチナは別なものなのに、まあ同一と、をして、洗脳してんのかな、イスラエルが悪い。なんせテレビは民主主義国家嫌い、テロリスト好きという連中ですから。攻撃にさらされるガザについて、賢者の意見。これが沖縄の未来と。イスラエル軍、天候が悪く、航空機運用に支障あるため、侵攻が数日遅れるかも。北部を完全に占領するために、住民の避難を待ってる説がありますね。イスラエル侵攻前なのに、ガザのライブカメラで、時折聞こえる銃声は、ハマスが避難しようとする住民、民間人を撃ち殺しているものだそうであります。意見したパレスチナ少年を、やがましい、射殺したハマス。勉強してたパレスチナ少女を女のくせにけしからん射殺したハマスと、サウジ、イスラエルとの国交正常化交渉を停止したと発表。双方に多大な犠牲出してハマスの目的が達成されてしまったみたいであります。中国外相、サウジ外相との電話会談を行い、イスラエルの攻撃は自衛の範囲を超えていると非難。じゃあ中共がウイグルとチベットでやったことは自衛の範囲だったんですかね。あれね、イスラエル海軍侵入を試みたハマスボートを機銃で沈める映像公開。海に落ちて浮いたテロリストも小銃と手榴弾で漏らさず排除。今まで100人以上を仕留めたと発表。まあ、これ牽制でしょうね。ボートで侵入は無理だぞ。牽制、かましてんでしょうね。わざわざ映像を公開したってことは。イスラエル、ガザの人たちはエジプトに逃げて呼びかけ、エジプト軍、ガザとの境に長大なコンクリートの壁を完成させる。なんか鉄柱の杭をボコ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 打ってですね、でコンクリートの板をですね、上から差し込んでスパ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 作っておりました。スーダン難民でいっぱいいっぱいなんだそうです。エジプトはすでに。パレスチナ難民は暴動やテロを起こすからどこも受け入れを嫌がってるみたいであります。駐日パレスチナ自治政府大使、ハマスは我々の敵。あれだろ、自治政府の議会の過半数がハマスの議員じゃなかったかっていう気がするんですけど、ハマスは我々の敵、イスラエルはハマスに武器を渡すのをやめろ。ハマスはね、イスラエルにテロを起こすことで支援もらってる組織なのに、そのハマスにイスラエルが武器渡すわけ
けないんだよな。まあいろいろと主張がおかしいパレスチナ大使。シーリズの人たちは酒を酌み交わして彼らの殺し合いを止めてくれない。共産党は9条を生かした外交で彼らの殺し合いを止めてくれないと。まあこんなとこですね。イスラエルの状況はね。10月13日、日中海洋協議開催。日本、尖閣諸島に嫌がらせに来んな。我が国 EEZ に勝手に設置したブイを撤去しろ。日本の海産物禁輸をすぐやめろ。結構強いことを言えますね。中国、強烈な不満。何が不満だって、自業自得だって。中共は殴っても上がんない部類でしょうね。人類、人民は、入国禁止なっていうぐらい制裁しないといつまでもつけ上がったままだがんな自民党。なんでそれがわかんないの自民党。人口減少に危機感を持っている 79.4%。 本気で少子化対策すべき 41.6%。 あれ半分になっちゃったなぁいうことなんですけれども、本気で少子化対策するって言って増税されてはかなわんもんね。必要性は感じてても実行は嫌っていうですね。まあ、総論賛成、各論反対、みたいなもんでしょうかね。原発は必要だ。でも、オラが町には作るな、みたいなね。ゴミの、捨てるとこは必要だ。でも、オラの町は嫌だ。みたいなですね。子供を作ってくれるのは、主に若い世代なので、年金と国庫っていうですね、若者から高齢者へ金が流れるシステムをやってるうちは、何をやっても少子化は止まらないと自分は思います。異論は認めます。入管庁が6月末の在日外国人数を発表。永住者88万178人。意外と少ねえな。技能実習生358159人。技術人文知識国際業務労働者が346116人。これエンジニアやらそういうね、ちょっと高度な人材、労働者だそうであります。不法滞在者が25万人と、合計が322万3858人で過去最高になりました。どん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 増えていく一方だね、日本人は減ってね。自民党が外国人入れましょう。っていう、なんかね、留学生も、50万人に増やします。そんで半分残ってもらえるように頑張りますのって、言ってますけれども、したら、それだけで、日本の人口毎年毎年、外国人が25万人増える、いうことですね。いつか逆転されるぞ、自民党。そんなバカなことを言ってんじゃねえ。まだ 2% 台に収まってますけれども、川口やわらびのクルドみたいに集中して住まれとですね、権利を主張し出すのは世界共通であります。私の説なんですけれども 5% で騒ぎ出す 10% で暴り出す。国籍を超えてですね反日で一致団結されないように分断が肝心かと思いますね。人口1000万人のスウェーデンがですね 5% の50万人のイスラム難民を受け入れた結果ですね、平和だった北欧の国が人口あたりの強姦発生率世界2位になってしまいました。日本の63倍の強姦発生率。ちなみに1位は南アフリカであります。イスラムの連中ね、スウェーデンのイスラムの連中、スカートで一人で出歩くようなアバズレ女は強姦していいと主張。勝手なこと言いやがってね。川口わらびもこうならないように見張ってないとなと思います。というわけでちょっと今日は長時間出かけておったので、手短な動画になってしまいました。10月22日 NHK デモ開催いたします。皆様適度な運動は認知症予防に大変効果があるそうですんで、まあそんな年でもないでしょうけれども、私と一緒に歩きましょうよデモでということで10月22日 NHK デモよろしくご参集ください。デトックスジャパン。